危なかった。どうか助けてくれ。ありがとうよ。なんだい、学者を探しているのか。それらしき人は見なかったな。おとなしく金と食料を置いていけ。さもなく命はないぞ。囲まれたか。あなたは命の恩人だ。なんだって。学者を探している。あいにくそんな人は見なかったな。役に立てず申し訳ない。へへ、命が惜しければ金を出しな。山賊だ。サブラガチャ、どうか助けてくれ。ありがとうよ。なんだい、学者を探しているのか。いや、そんな雰囲気の男を見かけたよ。さっき南の方へ歩いて行った。金と食料を置いていけ。さもなくば命はないぞ。囲まれたか。命の恩人だ。なんだって。学者を探している。先ほど学者風の男を見かけたよ。黄河の川辺に向かってたようだが。この勝利、皆のおかげだな。これはこれは、いつもながらお見事ですな。わしに、わっと。ははThank you.
いらっしゃい。毎度どうも。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。
今後ともごひいきに。足場を崩し、戦意を損。放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
わざわざやられに来たか。返り討ちにしてくれる。ここを突破する。オタク軍を蹴散らして進め。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。思い知らせてやれ。
知らずのクズどもが、わしの主治肉林の邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。正門前に妨害策が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。こちら側からの攻めは予想していないはず。さあ、王卓軍の奴らに一泡吹かせてやるぞ。孫権たちが攻めてきたぞ。奴らは王神城にこもっていたはずじゃ。王卓にはもう我慢ならねえ。俺らも一緒に戦います。兵器を用いてきましたか。となれば策があります。工作兵を使わしましょう。これで敵の兵器を一部止められるはずです。敵が無理。しがれ伝令、山岳拠点連合軍により制圧。後方支援部隊が撃破されました。何？援軍はもう来ぬということか。何をやっておるのだ、バカどもめ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。球場には誰一人通さん。兵器で連合軍を一掃するぞ。おお、兵器による攻撃が止んだな。これで球場への進軍に集中できそうだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。報告します。勝者により洛陽外郭の門を破壊しました。行くぞ。
今こそ敵の要所を叩く。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。私の前に立つかならば死ねえ。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。ラフィオなんと連れてやるわ。さっさと長安へ出動。ヤクドス頭宅を打ち払い、ラフィオを奪還した。連合軍の大勝利を。皆勝ちどきをあげ。おお、董卓をついに打ち果たしたのか。いえ、残念ながらここで打つことは叶いませんでした。なんだと。では何の用があって来たのだ。は、董卓は洛陽より西方へ逃げたというご報告に上がり。董卓め、どこまでしぶといのだ。もうよい、ここは引くぞ。お待ちあれ。董卓は体制も整わぬままに直ちに全軍をもって追撃をすれば、その首を取ることはたやすいことでし。追撃はせぬ。こちらの被害も少なくないのだ。一度引き体制を立て直すことが肝要である。それでは董卓も軍勢を立て直し、討ち取るのがより困難になりますが。義勇軍風情が私の指揮に口を出すなど100年早いわ。我らは洛陽より撤退し、再び董卓討伐の策を練る。これは全軍に下知せよ。撤退の準備を急げ。呂布よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。
親子だと？笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右つね、貴様がたぶらかしおったか。豚には贅沢な墓だ。これから先、俺は俺の道を進む。トウタクは呂布の手にかかり死んだが、民たちの暮らしがよ、未だ漢王朝は利権を貪る者どもの巣窟になっております。くそ、どんだけぶっ飛ばさなきゃならねえやつがいるんだい。それほどにこの国ので、これからどうするよ。連合軍も解散しちまったし、俺たちだけで都に、いや、それは無謀と言えよ。大義名分もなく都へ攻め入っては、兄者が逆賊となってしまう。今はひとまず至福の時としよう。いつか必ず、お前たち二人には苦労をかけてすまないと思う。謝ることは何もねえ。兄者は兄者の、さよう。兄者の志を支えることが我ら兄弟いくらでもか。民が困窮する時勢をこれ以上長引かせたくはないのだ。袁紹を名手とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利。連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門袁家の袁紹と袁術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。劉備殿、そして義兄弟のお二方、よくぞおいでくださった。
そのご活躍や人望の厚さは聞き及んで、皆さんに来てもらったのは他でもない、この助手を守っていただきたいのだ。演習の曹操が力をつけ、この助手を脅かしている。私のような老骨では守りきる刀剣殿ほどの方に請うていただけるとは恐れ多いことです。この龍玄徳、弱敗ながら助手の安寧のため力を尽くし、州の僕から呼び出されるとは、兄者も有名になったもんだぜ。安心しな、曹操なんざ軽くひねってやら。うん、我らの刃にて助手を乱す悪逆を一掃せん。兄者の特使、この地より世へと。目の前の困っている人々を救っていけば、いずれ必ず平穏な世を迎えるはず。雲長、翼徳、まずは助手に太平をもたらすのだ。劉備殿、いよいよ曹操がこの城へ向けて大軍勢を動かしてきた。奴らの通った後には草一本残らぬと。妙されど、むやみに暴虐を振るわれる御仁。その理由は分かっておる。先日曹操。あ？じゃあ曹操にとってはおめえは父親の敵ってわけか。だが曹操殿を殺したのは私の命によるものではない。曹操殿の罪に目のくらんだ兵が勝手に起こしたものな。自分らで攻め込まれる理由作ったってことかよ。そんな言い分が奴らに通じるわ。曹操殿を殺めた罪は許されるものではありません。しかしその報いとして罪なき民たちを虐げ。さよう、いかな理由があろうと。おうよ、私が頼れるのは劉備殿。曹操殿の無念は分かるが、非道は許されぬ。何としても刀剣殿と助手の民を守るのだ。へい、いらっしゃい。
備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。血も涙も心配するな。曹操軍がこっちに来る。どうかお助けを。曹操軍が来た。皆のおかげだな。大したもんだぜ兄者。
らっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。
毎度どうも。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。
この地は竜玄徳が制圧した。船着き場を失えば我々は援軍を得られない。何としても守り抜かなければな。やあ！マン・ハクネイだ。援軍は無理。どんな手を試させてもらおうかな。どいてくれ。こいつは痛いな。援軍を見込めなくなってしまった。伝令、船着き場を確保しました。これで敵の増援は来られません。敵将、討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。船着き場が敵に破壊されてしまいました。なんだって？それじゃあ増員を呼べないじゃないか。味方の安全を確保します。果たして見せる。
援軍の渡下に支障が。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。
様の邪魔はさせねえだよ。この山道は絶対通さねえぞ。寂しいな。電子なるのみ。この勝利、皆のおかげだな。敵の要所を叩く。まずは要地を制する。勝敗の奪取こそ我が責務よ。やっ、行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。我が大将、果たしてみせる。おお、ありましたな。責務も果たせぬとは。この失態、現に受け止めればならん。敵将、討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。さすがですな。俺の活躍の場、残しといてくださいよ。大したもんだぜ、兄者。ようこそ、いらっしゃいまし。ともご贔屓に。
何者にも抜かせはせぬぞ。おっと、ここは通行止めだ。ああ、とっとと帰った帰った。この橋を抑えねばならぬのに、あの弓を前にしては近づけん。撃ち取ったるよ。
この勝利、皆のおかげだな。この地は龍玄徳が制圧した。
減っては戦はできません。敵の兵糧庫を潰してやりましょう。この勝利、皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。大変です。兵糧庫が多数破壊されています。なんということだ。いかなそしりを受けようともわしは引かぬ。立ち塞がる者は切り伏せるまで。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。
敵の痛いところをついておくか。やっ、狙うはあの地だ。行くぞ。はい、刀剣に組みし、わしの前に立つか。うん、義に生きる劉備らしい。だが志だけでわしを止められると思うな。全軍総力を挙げて劉備軍を打ち崩せ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。後ろの戦闘に備えるのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。我が大使、果たして見せる。大したもんだぜ、兄者。よっ、全身あるのみ。よっ、戦場で遅れを取るとはな。敵将、討ち取ったり。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。兄者、ありましたな。
よし、ここで防御体勢を取るのだ。ユウ、直ちに守備配置につけ、さる戦闘に備えるのだ。覚えてやがれよ。命は絶対忘れねえからな。果たして未然敵将討ち取ったり。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。大したもんだぜ、兄者。純育様より伝令、至急巨匠へお戻りくださいとのこと。今は引くしかあるまい。龍龍、貴様とはまた会うことになろう。いてくれたか。どうにか巨匠を守り抜け。おお、曹操が徐州より撤退してゆく。劉備殿、関羽殿、張飛殿、この当教祖、刀剣殿、油断はできませぬぞ。敵は我らに負けたというより、まあいいじゃねえか。どっちにしたって、そなたたちを頼ったわしの目に狂いはなかった。劉備殿、この老いぼれの頼みをもう一つ聞いてはくださらぬか。どうか。刀剣殿、そのような大役、とても私のような鬼才には。徐州は守られましたが、多くの民が犠牲に。私たちがもっと早く動いていれば。劉備殿、これはわしだけのためではない。その徐州の民のためでもある。この地を外敵から守り、民を思った内政を行う。それを正しく行える者は多くないのだ。劉備殿、そなたにはそれができる。どうか引き受けてほしい。兄者、刀剣殿がこれほど頼んでおられるのです。引き受けてはいかがか。そうだ、兄者ならやれるぜ。刀剣殿、若輩ながらこの劉玄徳、徐州牧の任お受けいたそう。ありがたい。これでこの地も、わしの胸に仕えていたものも、すべて。you
行くぞ！今こそ敵の要所を叩く！
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとう。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
このご時世。ありがとうございました。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後とも。ごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。
今後ともご贔屓に。呂布殿、陳宮殿、ようこそおいでくださった。どうかこの助手を自らの家と。おお劉備殿、なんとなんと温かいお言葉か。ここはお言葉に甘えさせていただきます。何がお言葉に甘えるだ。留守を狙って遠州をかっさらったら早々に逆襲されて追い出されたんじゃねえか。兄者、果たして呂布に留め置くだけの真が。分からぬ。だが彼らは今寄る地もなく窮している。ならば手を差し伸べてやらねば。それが我が志なのだから。承知。ならば我らはそれを全力で支えるまで。誰でも彼でも助けりゃいいってもんじゃねえと思うがな。ま、兄者がやるってんなら俺はそれに従うぜ。劉備殿、炎術が出兵の準備を進めているとのこと。おそらくこの助手へと攻め込むつもりなのでしょう。なんと炎術殿が。近頃の炎術殿は領土拡大に終身。上等じゃねえか。俺らを甘く見たことを後悔させてやるぜ。いや、よくとく。お前は呂布殿と共に留守を頼む。敵は私と雲長で迎え撃つ。ちょっと待ってくれよ。何言ってるんだ兄ちゃん。俺も一緒に。三人揃って助手を離れることはできぬ。火急の事態が起きた時に客人である呂布。そうなっては申し訳ない。故にだ。留守だ。それはそうだ。留守の子、よくとく。助手は任せた。劉備殿、一大事にございます。呂布が我らを裏切り城内を掌握。さらに劉備殿を討つべく。何だと。兄者、よくとく。どうして。どうもこうもねえ。呂布の野郎、俺がちょっと目を離した隙にいきなり攻撃してきやがった。よくとくがいながら襲ってくるとは、なんと大胆なことを。よくとく、いささか匂うぞ。もしやお主。ちょっとだけだぜ。誰かの差し入れ。大方酔ってうたた寝でもしていたのであろう。兄者が羽目を外すなと釘を刺したではないか。もうよい雲長、過ぎたことを責めても仕方あるまい。
兄者、こうしてはおれません。予府から鍵を取り戻す。みんな、私に力を貸してくれ。